今日はイーロン・マスクについて勉強していきたいと思います。イーロン・マスクはまあすごい人なんですけれども、まあ何がすごいかというと、これはやらすけ、イーロン・マスクが禁止だと言ったのか。いや、でも家にこれしかなくて。いるから取れ。ったく、いい加減にしろよ。ザイーロン・マスク、ダメ！イーロン・マスク、ダメ！消えた！白マスクをくれ！でも、色付きのマスクしかなくて。いいから！何すんだよ。あんたも少しは家の手伝いしなさい。宿題もやりなさい。ほら、なんで洗濯物畳みながら宿題やらなきゃいけねえんだよ。ん？もはや人間？最新の人型お手伝いロボット。人間の皆さん、こんにちは。掃除や洗濯、あらゆる家事を代行してくれるお手伝いロボ。実はこんな一面も。やめて、恥ずかしい。これだ。お母さん、渡したいものがあるんだけど。ん？何？マッサージ無料券？どうして？いつもお世話になってるから、そのお礼だよ。やめちゃん、ありがとう。もう私に見て心が綺麗な息子だわ、本当に。どこか凝ってる箇所などございますか？目と鼻とへそとかかとと全身ですね。じゃあまずは眠たくなるツボをしていきます。あとまつげとすね毛と。マッサージも必要ないぐらい頑丈な体にしてやるよ。私の名前はキッパー、屋根助様にお仕えする人型ロボットです。じゃあ手始めにキッパーちゃん、宿題やっておいて。かしこまりました。さすがキッパー、頭の良さも完璧だ。ハーゲンダッツ。何よこれ。ハーゲンダッツ。我々ロボットは液体に弱い。いいから食べさせなさい。ハーゲンダッツ。はい、じゃあ今週の確認テストを行い、おい、お前なめてねー、テストの中止。やっとお母さんが助けるんだ。お母さんに言わないでください。何やこの判定か。お前はまいです。いやもういつも衣の世話で大変だろうからね、今日は僕がたっぷり癒してあげるよ。うん、玉井先生ってな。今日はどんないつもと違った顔を僕に見せてくれるんだい。今日は虎かな、今日かな。玉井先生とママ浮気してる。お宅の息子さんが
前回のテストでカンニングをしました。はっ、どういうこと、あんたカンニングしたの？うん、このバカ息子、あんた明日から外出禁止だからね。こんなに息子多いの母親がいるのに、お前は何だ。キイコ、話がある。離婚しよう。はぁ、あんたら二人が浮気してることをヤネが教えてくれたんだ。ヤネ、お父さんについてこい。ちょっと待ちなさい。あ、何すんの、恥ずかしい、嫌だ。お前、男だったのか。ヤネ、ところで中学受験する気はあるのかい。やりたくないことはやらなくていいんだよ。自由に行きなさい。僕ね、本当は野球選手になりたいんだ。ああ。見つけた。やれつけ、逃げろ。待ちなさい。はい、夏休みの宿題プリントです。みんなは夏休みの宿題を早く終わらせる、それともギリギリに終わらせる？僕は毎年もらった瞬間に終わらせるんだ。よし、終わった。はい、そして自由研究なのですが、全国優勝した人には金のズイッチが商品でもらえます。すんげー、金のスイッチ？絶対俺が取ってやる。どうやったら1位になれるかな。目新しい研究しないと。エイリアン？宇宙船が壊れたのか。俺が助けてやるよ。俺の自由研究のテーマは、お前を宇宙に返すことにする。そして金のスイッチを手に入れる。約束な。俺はエイリアンの宇宙船を作ることにした。だがフリーエネルギーの制御装置が足りないぞ。俺は必死の捜索の末、フリーエネルギーの在りかを特定し、政府のとある保管庫に潜入した。途中、さまざまな困難が待ち受けていたが、ようやく俺はフリーエネルギーを盗むことに成功した。そして昼夜を問わず工作をしたのだった。はい、夏休みの宿題提出してください。はい。おい、何すけ、お前自由研究の宿題はどこだ。先生、校庭に来てください。あれです。なんじゃこれ。自由研究で宇宙船を作って、このエイリアンを宇宙に返すことにしました。お前、気をつけて帰れよ。ピリピリカパリピポリピリピカ。じゃあな。間違いなしだ。俺が金のスイッチを手に入れるんだ。なんと自由研究でうちの聞いたが全国優勝しました。やったー。はい、金のスイッチだよ。わあ、すげえ。お前の自由研究見せろよ。うんちの記録？なんだこれ。小学生らしい研究でいいね。なんでこれ。